はい、今日今から峰塚古墳行くんですけどね。峰塚古墳はここから何メーター？書いてないか。500メーターぐらいか。A 墳35メーター。A 墳 35.5 メーター。高さ5メーター。高さ5メーター。はい、後で行ってみましょう。ああ、思い出したね。これ、この前、前回来た時はね、いつやったかね。何年か前やけど、スマホのナビで行きましてね、本当にわからんとうろうろしてたね。奥の墓地があるんだけどね、墓地の中入り込んで、わからんと。また出て、この大通り出てね、裏回ったりとかいろいろしたんだけど、結局わからんと。最後にもう一回行こういうことでね、あの看板見て行ったんですよ。ほんならまたこの中に入ってからね、あの中に入ってからまた探すのに右往左往でした。0メーター0メーター言うとんだけどね、ちょっと動いとこ10メーターとか言っとるからね。ちょっと古墳ちょっと行かせてもらいますわ。すまへん、ありがとうございます。はい、ちょっと見てはったんでね。ほら、看板なんかなかったと思う。来た時は何にも看板立ってるぞ。ちゃんと草も買ってくれてるからね、歩きやすい。いやー、こんなやぶやったっけ。やぶ立ってるね。なんか竹やぶっていう木、竹がなんかいっぱいあったような気がするんだけどね。これですよ、これ。はい、そんなへん。あいだだだだだ。あいだだだだだ。引っかかっとるわね。よいしょ、はい、行こう、入ろう。うら。まあ、暗いね。前よりも暗いぞ、これ。もう時間が、もう30分くらいになるか。ね、そんなに奥まで行かなくてよかったな。以前はほんまに中までずっと入ったもんでね、わからなかったんでね。これか。こんな近かったっけ。これや、こんな近いんだ。こんな近いんですわ。大きな石が乗ってるからね。電気がつかんかな、これ、電池。スマホどこ行った、スマホは。これはなかなか電気つけへんからな。電気のつけ方わからへんかな。ついて、つきませんか。スマホのライトのつけ方。ああ、やっとつきましたね。はい、行ってみましょう。やっとつきましたか。あら、広いな、これ。広いけど、真っ暗やな。いやー、すごい、これ。大きな石2段か、上1段。すごいな、これ。以前来た時見てなかったんでな、ライトなかったんで。これはすごいわ。すごいですね。おら、すごく奥行きが4、5メーターね。
ほんで、こうか。あら、すごい石が。上2枚、2枚。2段やからね。高さが2メーター、2、30あるか。幅も2メーター、2、30あるね。これは失礼しました。この前来た時ね、入り口でちらっと見ただけで帰ったもんでね。すごいすごい、このか。この石はすごいわ。ただね、成形はしてないんでね。こうとね、成形は、きっちり合ってないし、まだ荒いね。いつか何世かね、これ。5世紀か、6世紀か、そんなんか。それでもすごい。あら、失礼しました。あら、すごいもん見せてもらうね。この石の大きさは、石破太鼓にも匹敵するぐらいの大きさやね。これがね、前回来た時に入れなかったんだよね。入ったかな、入ったけど、ライトなかったんや。ライトが。今回ライトがあって見えた。すごい。ものすごい石を使ってました。これ噴気は登れんかね。ちょっと噴気は危ないな。あ、いたいたいた。噴気これ、栄養噴火ね。竹が覆いかさってるね。もういっぱいでございます。はい、ありがとうございます。峰塚公園でございました。ありがとうございました。すごいすごい。失礼しました。いやいや、これよかった。これは最高でございました。ライトがもっと明るくなかったら見られへんな。ライトが暗すぎるね。この辺の中、はあ、ね、ずーっと見て回ってね、わからんと。いや、思い出した、今。すぐでした、入って、15メーターぐらいか。目印はね、木が倒れておるね、木が。それを越してすぐ左です。このね、そこに木が倒れてました、この。あの木を、またいですぐ左入ったらもうすぐ、左10メーター行ったところにありますからね。すごい。石すごかった。びっくりしました。いやいや、これは大変な石でございました。ここでいけるか。よっしゃ。はい。水塚古墳でございました。ありがとうございました。いや、最後ね。昔やったらね、田んぼの米なんか濡れたあかんやつありますやろ。うんうん、それ、あの中入れさせてもらってはりました。あの中に、うん、この塚の中へ。あ、そうなんですか。明日は雨にかからしませんやろ。あ、そうですね、うん。すごい石が大きい。こんな石が。そうですわ。ね、あの飛鳥の石舞台古墳があるじゃないですか、はい、あれよりも大きいぐらいの石が乗ってるからね。そうですよ、うん、あの入り口見たらこんなんやから本当ちっとしたいね、なんやねんけども小屋からも行って大きいですわ。ちっちゃいのがちょろっとあるかなと思って行ったら、まあ、しまへんのか、うん、若いもんに任して。あ、仕事はね、若いもんに任して、はい、違う仕事がね持ってるからね。ああ、それでもう農業しませんか。しませんね。これはそしたら琵琶ですか、これ。琵琶ですね。いや、琵琶にみかんに、はい、で、あれは何ですか、あれは。どれ、あれは桃ですか。あれはもう普通の木ですわ。何十人から山入って積んでもってたんやけど、はい、それどころでもう逃げません。カラス逃げませんけどね。今10メーターがこれで5メーターくらいやけど逃げんな。5メーター。これで5、6メーターにとこうか。カラス2羽。逃げないね。なんか食べ物あんの？ちょっと跳ねてありますけど。ね。ハシブトガラス。よくわからんけど。はい。はい、バイバイ。逃げませんわ、全然。はい、終わりました。ありがとうございました。いやー、最高やったね。峰塚古墳。ちょっとね、前回来た時、ちゃんと見えてなかったから、
よかったよかった、ありがとうございました。次は西山古墳行ってみるか。ねえ、もう時間あるかね。まあ3時や。3時も回ってるか。はい、西山古墳行ってみましょう。ありがとうございました。